ハンス・ディートリ・ヒゲンシャー、2007、ハンス・ディートリ・ヒゲンシャーハンス・ディートリ・ヒゲンシャーは、ドイツ連邦共和国の政治家、自由民主党の党首として、ドイツ社会民主党のヘルムート・シュミット、ついで、キリスト教民主同盟のヘルムート・コールと、連立政権を組み、1974年から1992年まで、副首相権外務大臣を務めた。18年間にわたる、 外省在任は現在のところドイツ史上最も長期の在任記録である。ゲンシャーは晴れ近郊のライデブルクに生まれた。この土地は東西分断後東ドイツ領となった土地である。父親は法律家であったがゲンシャーが10歳の時に死去した。晴れの高校に通っていたが第二次世界大戦中の1943年から1945年までゲンシャーは ヒトラーユーゲントに参加し、後にドイツ国防軍で空軍補助兵の兵役についていた。1945年18歳になったゲンシャーは現役軍将兵が政治組織のメンバーになることを避けるよう促す規制があったにもかかわらず、ナチ党員となった。また、本人のことによれば、新衛隊に配属されるのを避けるため、同年ドイツ国防軍に志願した。 ドイツの敗北とともに、ゲンシャーは短期ながら、イギリス軍の戦争捕虜となった。戦争終結後、ゲンシャーは、建築助手で生計を立てつつ、晴れで大学入学資格を得たが、1946年冬に、結核にかかり、3ヶ月のサナトリウム入院を強いられ、その後も入退院を繰り返した。その一方で、晴れ大学及び、ライプチヒ大学で法学と経済学を収め、 1949年に第一次国家司法試験に合格、晴れ地方裁判所で司法となった。1946年には東ドイツ、自由民主党に参加。1952年8月、現社は西ベルリンに逃亡し、ブレーメン地方裁判所の司法となった。この年、自由民主党に参加。1954年ハンブルクで第二次国家司法試験に合格し、 ブレーメンの法律事務所に勤務する1965年ブレーメンからドイツ連邦議会総選挙に立候補し初当選を果たした。以後、政界を引退するまで1998年まで議席を維持した。その後、党内のいくつかの役職を経験した後、1969年 FDP がドイツ社会民主党と連立して成立したビリー・ブラント内閣の内務大臣として入閣する。 内省として、ミュンヘンオリンピック事件への対処を迫られ、この事件が悲劇的結末に終わったことから、タイテロ特殊部隊 GSG-9 を創設した。また、救急ヘリコプター配備に尽力した、現ーとシュミット首相 FDP 党首で外相のバルター・シェールが、連邦大統領に転じた1974年、オリシも、ギオーム事件で辞任した。 ブラントの後継首相となったヘルムルト・シュミットの内閣で公認の外務大臣兼副首相に就任した外相としてヘルシンキの全欧安全協力会議条約の締結交渉に参加また1976年には国際連合総会で人質犯のいかなる要求にも応じないとする対テロ決議を提案し可決されたしかし1982年に SPD と FDP は、祖語をきたすようになる。現社以下 FDP の閣僚を4人は辞任し、さらにシュミットに対する建設的不信任案に賛成。ヘルムート・コール・キリスト共民主同盟党首を擁立して連立組会に積極的に走った一人であった。この政権交代劇での FDP の行為は大きな論争を呼び、その後 FDP は一時的に党勢が交代して、 離党者も出し、1985年にゲンシャーは党首選立候補を辞退した。しかしゲンシャーは国民の支持を失うことはなく、制独における人気政治家の一人であった。コール政権においては副首相と外相を兼務し、ドイツ再統一後もその地位を保った。ドイツ再統一の際に見せた国際協調路線の一方で、1984年にはイラン革命後では、 最初の欧米の外相としてイランを訪問しているユーゴスラビアの問題において欧州共同体内の合意形成せずにたびたびドイツ独自の国益を追求した外交政策を実行した1991年にクロアチアとスロベニアがユーゴスラビアからの独立を宣言した際同年9月4日に欧州共同体内の合意形成を待たずに両国を 国家承認することが戦争を防ぐと主張して、フランスやオランダ、スペインなど、他の加盟国やイギリス、アメリカ、ギリシャの反対を押し切って承認表明した。そして、デンマークとベルギーの身にしか、両国の早期承認を進めることへの理解がされなかったのにもかかわらず、12月23日に、ドイツが両国の独立を単独承認したことで、ユーゴスラビア破滅のきっかけを作った。 フランク・ウンバッハはユーゴスラビアへの対応について、ハンスと引っ張られた EC の加盟国らを批判して、ユーゴ連邦は欧州統合の理念の達成のための犠牲となったと述べている。外相として、現社最大の功績は、冷戦終了に大きな役割を果たしたことである。現社は、東欧革命からドイツ再統一に至るまで、卓越した外交手腕で、欧州における 冷戦状態に終止符を打つことに多大な貢献をした。例えば、1988年の早い時期に現ーは、ポーランドのレフアレサ連隊議長と会見し、東欧革命の起源とも言えるポーランド、民主化運動を後押ししている。1989年8月19日、ハンガリー・オーストリア国境が解放されたため、多数の東ドイツ市民が集団越境し、オーストリア経由で、 西ドイツに亡命することとなった。事態収集のため、現社は1989年9月30日に、チェコスロバキア政府と、東独市民の国境通過について合意した。訪問先のチェコスロバキアの首都プラハの西ドイツ、大使館のバルコニーから言った、我々は、今日あなた方が出発できるということを、お伝えするために、こちらへ参りました、との演説に、 大使館の敷地内にいた4000人の亡命希望者は、割れんばかりの拍手と観光の声で答えた。ドイツ再統一後、旧東ドイツでのゲンシャーの個人的人気も手伝って、FDP は一時的に党員が倍増したが、ゲンシャーの引退や統一事業の困難さが明らかになると統制は後退した。ジョージ HW ブッシュ米大統領とゲンシャーまた、ゲンシャーは欧州統合を一層推進し、 欧州連合のさらなる発展を念頭に活発に動いた。ゲンシャーはイタリアのエミリオコロンボ外相とゲンシャーコロンボプランと呼ばれる欧州統合計画を提唱した。1980年代には単一欧州議定書策定に積極的に関与した。こうしたゲンシャーの欧州統合への積極姿勢はゲンシャー以後のドイツ外交に継承され今日に至っている。 1992年に健康上の理由で外傷を知り族がコールが現社の長年のロ苦クと政権維持の努力を数多く紹介して褒めたたえたのとは対照的に使えたコールに対して退任挨拶で一言も言及しなかったことが当時報道されている通算18年に及ぶ外傷在任期間はドイツは元より他の西側先進諸国と比較しても 最長記録となった。1998年連邦議会に立候補せず、政界を引退する。以後は、弁護士として活動し、企業や国際関係で活躍していた。2000年には、ハンス・ディートリヒゲンシャーコンサルト社を設立した。2016年3月31日、心不全のため死去。89歳坊主。1958年に結婚し、 カズメを儲けるが1966年に離婚、1969年に再婚している、ボンコウのバハトベルクに住んでいた、1975年、ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字制、大受章受章、1984年、レジオンドヌール勲章大十字章、ライプツィヒ大学、シュチェチン大学より名誉博士号、ありがとうございます。